はい。ということで今日はね、雑誌を紹介していこうかなと思うんですけども、雑誌でも昔の雑誌を紹介しようかなと思います。ねまあ今の雑誌っていうのはよく聞かれるんですよ。例えば、今見たらいい雑誌なんですかっていうので、でもストリートをメインにしてる雑誌っていうのはもう2冊ぐらいしかなくて、まあグラインドだったりとか多ー,リーまあグラインドも元々はジャンル違かったんだけど、まあストリートが流行ってかなり寄せたりとかして、ね、まあストリートメインって感じになってるんですけど、 当時僕が興味持った2005年ぐらいかな。2005年ぐらいの時は、えっ、ー、と、ひ月に10冊ぐらいストリートメインの雑誌が出てて、で、まあその中でもおすすめの雑誌とか、この雑誌はこんな感じだよとかっていうのを、えー、説明していこうかなと思います。で、えー、まあ一番おすすめなのが、まあ、多分今、シュプリームレアスニーカーとか好きな人も見て面白いのは、 まあ、ゲットオンとか、えーまあ、ストリートジャックっていう本があるんですけど、まあ、本にも書いてあるよう、ね、に、スチューシー・エイクとか、まあ、今でいう、クレーネが付いてるものとかを結構特集してる雑誌で、あの、当時の価格とかも載ってたりするので、楽しいです。はい。し、見やすい。見やすいですね。ゲットオンの方が少し、あの、見にくいので、僕はこれが、まあ、そういう、昔のストリートブランドとか好きな人は、一番おすすめかなと思います。 まあ今は昔のエイプだったりとか、スチューシーとか、シクリームとかもね、値段ついたりするので、ぜひあの探してみてみてください。で、まあ僕よりもうちょっと前の人とかは、アサヤンとか、世代の人とかも懐かしいと思う人いると思うと思うんですけど、僕はね、あのー、多分ほとんど買ったことなかったですね。アサヤン。はい。内容は、 うーんまあまあまあ。まあまあ、なんかね、やっぱね、当時自分が見てた時ら辺を見るのが一番楽しいですね。昔の雑誌でも。はい。で、えー、まあちょっとお兄さん、まあその僕当時が中学生中1とかだったから、あのー、中1じゃねえや。中1ぐらいか。あのー、お兄さん向けな感じでブーンとかを見てましたね。ちょっとブランドとかも、ちょっと ジャンルが違ったり、えーまあ、スナップとかも入ってくるような感じですね。うん。最近復刻みたいなのもしてたんですけど、もう終わったんですかね。はい。んで、えー、まあ、一番僕はなんか勉強になるかなって思ってるのは、昔のメンズノンのとかなんかい,いんじゃないかなと思ってて、これとかもそうなんですけど、当時の、えー、パリ・ビーナの東京コレクションの流行新聞とか、 えー、世界10都市スナップとかね。このスナップが結構面白くて、今ってあんまそういう雑誌ないと思うんですけど、東京から、まあ、いえば沖縄ぐらいまでこう、おしゃれな人をピックアップして乗せてるっていうのをよくやってましたね。今もしてるんですかね、メイズさんの。もう全然読まなくなっちゃったんですけど、で、こう、昔の雑誌を見て思うことがあって、まあ、それが、あのー、今の人って、まあ、着こなしとかめちゃめちゃ、 同じじゃないですか。みんな同じだし、同じブランド着てるしっていう人がすごく多くて。んで <coughs>、あ、すみません、風邪ひいてるんですいません。で、めちゃめちゃ多くて。んで、あのー、こういろいろ見ていくと、なんか、僕たちの時って、まあお金がなかった。もちろん見てる人でお金ない人とかいると思うんですよ。15歳とか中学生とか高校生でお金ない人いると思うんですけど、 でもそういう時でもずっと雑誌を読んで、えー、まあこういう色使いとか着こなし、サイズ感っていうのを勉強してたんですけど、今っていうのはもうなんかファッション YouTuber の人とインスタグラムで満足する人が多すぎて、で、それで詳しくなった気になってる人がめちゃめちゃ多すぎて、あのー、みんな着こなしが一緒とか、あ,あの、言ってること、まあ、ファッション YouTuber の人の話を、まあ、信じてるんだけど、まあ実際はね、ネットで調べたらべてできるようなことを、 喋ってるだけで、まあ、詳しいと思い込んじゃってるような人とかはめちゃめちゃ多いんで、まあ、そういう人たちがその基盤がない状態でファッションするからいろんな合わせ方がおかしかったりとかなんかごちゃ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 したりとかねっていうのはめちゃめちゃ多いんじゃないかなと、まあ、昔の雑誌とか分析してても今のこの流行り方とか見ててもま思いましたで、えー、僕のインスタグラムの方で貼ったあのインタビューがあるんですけどこれはねすごく 的を得てるなと思ってるし、あの、僕の1年半前から YouTube 活動してるんですけど、もう言ってることほとんど変わんないんですよ。言ってることほとんど変わんないし、まあ、よりねあの、掘り下げてほしいなと、僕も思って YouTube やってるので、ぜひね、あのー、こんな感じで掘り下げていってほしいなと思います。ここに貼っときますね。で、まあ、スナック。で、えー、まあ、最後が一番、まあ、僕は、えー、当時から好きな雑誌で、 まあ当時、まあ、今でいうまで言うラグジュアリーストリートとか、あのハイブランドとストリート混ぜるっていうのがまあ当たり前じゃないですか、今。別におかしくないんですけど、まあ、当時はね、タブーみたいな。なんでストリートにハイブランド合わせるのみたいなうーん、まあ今で。今は普通だけど、なんだろうな。マヨネーズとケチャップ合わせるみたいな。たと例え下手だな、うん。オーロラソースになっちゃうわ。 えー、まあ例えりなんですけどなんかこうタブーとされてたんですよタブーとされててでまあその中でハイブランドとストリートブランド半々取り上げたブランド、えー、と本が9時9時っていう雑誌でまあこれは今見ても面白いしえっ、ー、とこう細かい内容とか当時のええー、まあイベントとかもそうなんですけどっていうのも載ってるので今見ても面白いので、まあ、よりこうちょっと ストリートジャックとかより、まあ、そういったものが好きな人とかは、えー、こっちのヒュージーをおすすめします。まあ、ディオルールオムとかね、もうちょうどこの年代の時とかよく乗ってましたね。はい。とかアンダーカバージ j ナとか、<laughs> よく乗ってます。で、えー、まあ言ってた、その当時のストリートと、まあ、ハイブランドを合わせるのはタブーっていう話なんですけど、 で、まあ僕の動画とかでもちょいちょい話が出てる、あと最後におすすめなのかチューンっていう雑誌があって。で、えー、まあ、ストリートファッションっていうのは、まあ、当時そのサロン系っていうジャンルが出てきて、まあ枯れていったような感じなんですよ。で、あのー、特に最初の <laughs> ストリートジャックとかは、サロン系に押されて、もともとストリートだったのにそっちの内容に寄っちゃって、 亡くなったみたいな雑誌なんですけど。えー、で、まあ、その時と、まあ、そのサロン系が流行っていると同時に、まあ、出てたような雑誌ですね、チューンは。で、まあ、どういった雑誌かっていうと、まあ、スナップで、まあ、着てるものしか書いてないんですけど、まあ、今のなんかこう、着こなしに一番近いなと思うことがあって、その雑誌。ね、なんでかって言ったら、まあ、言えばその、モードとストリートは合わせちゃいけないみたいな風潮だったのに、その人たちはまあ、トータルかっこよければいいじゃん、みたいな。 着こなしをしてる人たちが多くて。で、言えばそのハイブランド着てて、足元だけベイプスタとかね。なんかそういう絵をしても様になってる。まあ、昔だったらなんでそれベイプスタなんだよみたいな。全身リック着てるんだったら全部ジオバス履けよとかね。っていうなんかこう、しがらみみたいなのがあったんですけど、そういうのをうまく壊して、トータルでかっこいいっていう提案とかをしてる、まあ、雑誌かな僕からしたら。っていう雑誌なので、 まあ、もちろんこう派手すぎな人とかもいますけど、その中でもね、すごくいい人たちが、えー、載ってる雑誌なので、えー、ぜひね、あのー、今日紹介した雑誌、調べてみてください。で、まあ、チューンとかは結構新しめ、えー、言っても、まあ、この雑誌の中では結構新しめで残っている場合があると思うので、まあ、ぜひ参考になると思います。んで、もう今ね、昔の雑誌とかもすごく高くて、 ブックオフとかにも売ってやるのかわかんないけど、まあ、僕は東京行ったりとか知りに頼んで買ってきてもらったりとかするんですけど、もう昔のストリートジャックとかは、まあ1500円とか2000円ぐらいで売られたりとか、まあ他にもスマート、まあ今もあるけどね、スマートとか、えー、クールドランスとか、まあ、そういった雑誌とかもね、たくさんあるんですけど、もう2000円とか、まあするのが当たり前にはなったんですけど、まあたまにね、その自分が興味持った時の年代の雑誌を見るのもすごく、まあ、楽しいですよっていう、 えー、今日はドアでございます、まあ、なんかこうみんなの懐かしい雑誌のエピソードだったりとか、えーまあ、そういったあ思い出をねコメント欄の方に、えー、書いていただけたらね、まあ、不幸中の、えー、幸いでございますちなみに僕は、えー、中学生の時からですね毎月雑誌5冊買って学校に持って行って あのー、ずっと本読んでたんですよ。でまあ親とかにもね「あんたは勉強しなさいよ」みたいなこと言われたんだけど実際ねなんかこれが役立って今こういうことも、えー、できてるしまあ継続はね、えーまあ、力なりだなと、えー、最近思ったりしなかったりラジバンだりということで、えー、今日は動画おります。いいこのの動画が少ししでもいいと思ったら高評価そしてチャンネル登録の方を よろしくお願いしまーす。